今期のアニメマジで多すぎやろ。冬アニメ紹介動画を出した時にも思ったけど、70作品以上もあるからね。感想動画を作る時間がないくらいに毎日アニメ楽しんでるよ。ほんで、なんか良さげな作品あった？何作品もあるよ。今日は、その中でも1話がかなり良かった、便利屋斎藤さん、異世界に行くの感想を話していこうか。お、ナロー系か。タイトルはそんな雰囲気がするんだけど、漫画原作の作品なんだ。ただ、設定は流行りの異世界転生作品を踏襲していて、現代日本で便利屋の従業員として働いていた主人公が、とある事情で異世界に転移して、現地の冒険者と共に旅をして、新しい人生を歩む物語だね。で、異世界転移者って、異世界に行った時に何かしらの能力を与えられるのが王道なんだけど、主人公の斎藤さんは特にチート能力もなく、普通の一般人のまま転移するんだ。戦闘できへんタイプの転移者か。ただ、便利屋として働いていた時の経験から、ガニの解錠や罠の解除、武具の修繕など、手先の器用さを活かした仲間のサポートができるんだ。1話では記憶力の高さを活かして、仲間の知人が呪文の演唱を忘れたシーンで、代わりに教えてあげるなんてこともあったよ。もう知人は冒険者引退した方がいいレベルやろ。あと、性格が穏やかで優しく、人間性の良さがわかる描写が多くて、なぜ斎藤さんが人から好かれて、仲間の一員として慕われているのかが、よくわかる1話になっていたよ。ストーリーはある感じなん？どうなんだろうね。2話以降はわからないけど、1話は登場人物の性格や人となりがわかる、いくつかの短編エピソードで構成されていて、いわゆる縦軸のストーリーは進まなかったんだ。物語に連続性がなくて、とある日のトラブルや、冒険中の日常が描かれる感じ。冒険中を舞台にした日常コメディみたいな。そうそう、そんな感じ。一見すると蝶々に感じそうな気もしたんだけど、一つ一つのエピソードに斎藤さん含むメインキャラ4人の人間関係や性格がわかるシーンが細かく描写されているんだ。コメディタッチな雰囲気の中に見える人情味あふれる作風で一気に引き込まれたよ。ほのかってそういうキャラを細かく描写してる作品好きよな。可愛い仕草や表情とかかっこいい言動もいいけど、人が人に抱いている優しさや気遣いがわかる描写って見ている側としても気持ちがいいからね。また、ギャグシーンも作品のいいアクセントになっていて、1話から程よく笑わせてくれたよ。1話から笑える作品は貴重やな。これはやっぱりさっきも言ったメインキャラ4人の性格や人間関係の見せ方が単純にうまいんだよね。1話という短い尺の中で、中世時のライルサが斎藤や魔術師のモーロックにどのような感情を抱いているのか、モーロックや妖精のラファンパンがどういう人物なのかが分かりやすく伝わるエピソードになっているから、初めて見たキャラクターに視聴者が慣れる速度がとんでもなく速い作品だと感じたよ。普通は3話くらいかけて徐々にキャラに慣れていくのに、1話で慣らせた感じか。そんな感じ。だからギャグシーンも笑いやすいし、キャラのリアクションもすっと頭に入ってくるんだ。まあ、ジジイ役で出てる張さんのギャグ演技がうまいという理由もあるけどね。何気にメインキャラ4人の声優さんは、実力派のルーキーとベテラン声優ばかりやねんな。あと、キャラデザがいいことと、作画のクオリティが高い点も高評価だね。今のところ、今期のアニメの中でも上位に入るくらい作画は良くて、キャラの表情はもちろん、アクションシーンもよく動くんだ。おそらく、短いアクションシーンだから気合を入れて描いているだけで、実際はそこまで作画のコストはかけてないんじゃないかな。手を抜くカットは手を抜くけど、ここぞというカットはしっかり丁寧に描く、このメリハリがうまい作品だから、作画に安っぽい印象を受けないんだ。確かに動きええな。少し心配なのは、2話以降がどういう構成になるかだね。今後も1話みたいな短編の日常エピソードを繰り返すだけだと、さすがに飽きてくる気がするんだよ。たとえいい話であっても、短すぎると感動も弱くなるからね。ただ、監督の久保岡さんが担当した過去の作品を見る感じ、かなり優秀なアニメーターみたいだから、原作ファンの人も納得できるアニメに仕上げてくれるんじゃないかな。とりあえず今期おすすめのアニメの一つってことやな。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。